はい、皆さん、こんにちは。このウェビナーは、今日から始められる実践動画内成化と題してセミナーを実施いたします。前回までは、企業が今すぐ動画内成化に取り組むべき理由と題して、これから動画内成化を検討されている方などの一般的な悩みを解決する内容のウェビナーを6回にわたって実施いたしました。とこちらのアーカイブも残っておりますので、ご興味ある方、ぜひご覧ください。 そして今回からのシリーズは第3回にわたってより実践的な動画内成化のティップスや課題解決についてご紹介いたします。今回は第1回、視聴者に響くテーマ選びと動画制作の流れについてご紹介いたします。随時チャットボックスの質問にも答えていきたいと思いますので、ぜひコメントいただけますと幸いです。私は Adobe ビでビデオ製品のマーケティングを担当している田中と申します。 そして今回の講師を務めていただくのは映像作家・音楽家の大菅淳さんです大菅さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、大菅さんは結構幅広く、はい、映像講師や企業のね映像制作もされていると思うんですけども、はい、まず大菅さんの自己紹介お願いできますでしょうかはい、はい、承知しましたではスライドをですねお願いいたしますはい改めまして皆さんこんにちは大菅淳と申しますえ、普段ですね、えー、フリーランスで 映像ですとか音楽のですね制作をすると同時に、えー、作る方だけでなくて、えー、例えば学校ですとかまたさまざまな企業様の研修とかですねそういうところで講師をさせていただいたりまた、えー、雑誌であるとか、えー、ウェブメディアなどで記事を書かせていただ,いた,だいたりしております。はい、でですね、えー、最近の傾向としましてなんですがあの以前少なくとも10年前ぐらいまでは、えー、大体その映像を、えー、だどんなたさんレクチャーするとなると例えば、えー、これから 映像のですね、仕事に就きたい学生さんですとか、また本当に趣味で映像をやられたい方とかが多かったんですが、えー、ちょうど10年ぐらいですね、だんだん変化が出てきまして、えー、完全にもう一般の映像と関係ない企業、えー、様の、例えば広報の担当者様とかが、えー、ネットでですね、情報発信するのに映像を使いたい、自分で編集できる、自分のところで作れる、ノウハウをつけたいということで、そういったお問い合わせをですね、いただくようになり、それがもう飛躍的に増えてきております。えー、そういった長さまな、 あの業種のお客様とです、ね、お付き合いする中でえたまってきたノウハウもございますので今回、それをです、ね、ぜひ皆様のお役に立てるようにお伝えできればなと思いいいまますすはい、ありがとうございます、はい、本当に幅広く、ね、もうあのプロの映像の方々やそしてこれ最近、本当に今おっしゃったように一般の企業の方とかにも幅広く講師をしていらっしゃるんですよね。はいそうです、ねはい かなりもう流れが変わってきてき、ね、流れがそうですね。今回本当にね、えー、視聴いただいている方々も、これから映像制作、ね、これからやったことない方々も多いと思いますので、そのような方々にもぜひ、いろんなティップスを教えていただけたらと思います。は、えー、はい、承知しましまた、はい、で今回は第1 視聴者に響くテーマ選びと動画制作の流れというテーマでですね。いろいろ大須賀さんにお伺いしたいと思いますので。ではここからは大須賀さんにバトンタッチして、はいはい、えっとご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではスライドの方お願いいたします。ではですね。まず。えー、本日のまあ得られる内容ですね。えー、そちらの方をご紹介していこうと思います。えー、今回ですね。まあスライドのパートでは。 大きく2つのことをご紹介しまして、1つがまさにタイトルにもなっている動画制作ですね、動画を一般の企業様が内製されるときに、じゃあテーマをどんなふうに選んだらいいのか、そのポイントをお伝えしていきます。そしてもう1つ、やはり動画を作るってどんな流れでやるんだろうなというのがですね、まあ、漠然と想像されてはいると思うんですが、1つのモデルとしてこんな流れがありますよというのをですね、ご紹介します。 で、その後ですね、今回事前にも本当にありがとうございます。非常に多くのですね、参加者の方からご質問をいただいてまして、それをなるべく多くお答えできるように、また今、リアルタイムでもご質問いただくと思いますので、そういったことにですね、ご質問をお答えする、もう一方的にならずにいただいたものをお返ししていくですね、えー、ところを重視してやっていければなと思います。えー、今回のですね、もうセミナーが終わったと、じゃあちょっと早速今日から何かやってみようということを得ていただくような、そこを目指してやってまいります。 はい。ではですね、えー、時間もどんどん過ぎていきますので、次に行ってみましょう。はい。ではまず、えー、動画をですね、内製される場合のテーマ選びの3つのポイント。今回ですね、えー、ポイントの選び方3つにまとめてみました。じゃあその1つ目をですね、早速ご紹介しようと思います。はい。テーマ選びのポイント1つ目が、ギブ型ではなく、テイク型の動画。 それを目指していくというところです、はい、いきなりですね、なんか独特の表現でどういうことだろうと思われるかもしれませんが、これをご紹介していきますね。はい。えー、まあ、ギブとテイク、よくギブテイクなんて言いますが、えー、ギブ型の動画というのはですね、ここで何を言ってるかというと、えー、つまりですね、作った側が、この動画を見てくださいとお願いするような感じの動画ですね。 例えば、企業様が作られる動画であっても、えー、いわゆる普通の CM なんかのですね、商品をもう一般的にピアする。うちのこういう商品が出ましたので、どうぞ見てくださいというですね、それはもうお願いします。見てくださいという感じになっています。ま,あ、また、まあ、他方面では、まあ、それ自体がですね、動画自体がまあ商品になっていて、まあ、アニメとかドラマですね、そういったものは、新しいのが出ましたよ。これ面白いですよ。見てくださいというですね、そういったものになりますね。まあ、例えば、今、 個人でですね、ユーチューバーとして動画を出されている方、大勢いらっしゃいますけど、結構エンターテイメント的にですね、やられている方を、こういうタイプが多いかなと思います。えー、そして、まあ、それにちょっと近いところで、例えば、あの、意見の表明とかですね、まあ、例えば政治とか経済のね、あの、流れとかを解説するとかも、えー、どちらかといえば自分のローンを前に出していきたいというタイプの場合は、ちょっと私の主張を聞いてくださいと、そういった形になっていきます。えー、こういったものもですね、えー コンテンツとしては全然悪いことではないんですが、ただ視聴者とのですね、関係性を作る上で、やはりこちらがお願いしているという感じになるので、まあ、いわゆる映像自体の質とかもですね、上げていく必要が出てきたりするので、例えばこういったタイプのですね、コンテンツを作る場合は、やはり専門家と共同でですね、やっていくのが一番いいかなと思われるところです。はい。 まあですね、これらが全てダメとか言うわけではないんですが、まあちょっとハードルは高いよというところですね。そこで、今回ですね、特にお勧めするのが、テイク型の動画。えー、これなんですが、視聴者が探した上で、こういった情報がないかなと探した上でたどり着くと、そういったタイプの動画になります。例えばですね、まあそれぞれの分野の専門知識の解説であるとか、また、もう非常にいっぱいありますね。 料理のレシピとか、また、あの、例えばですね、何か部品の取り付け方とかですね、そういったマニュアル的な動画ですね。また、あそれとちょっとつながっていくんですけど、じゃあ急に例えばですね、えー、台所の水道排水が詰まってしまってどうしようなんていう、いきなり困ったときに見れる動画とか、そういったものというのは、やはり見たい方がですね、しますので、そこでたどり着くということになります。そうなるとですね、 あの、ちょっと変な言い方をしてしまうと、えー、作り手の方を変える側、ちょっと嫌な言い方ですけどね、与える側になりますので、あの、あんまり減り下りすぎなくてもいいですね。まあ、与えるというのがちょっときつい感じであれば、えー、50-50でですね、五分五分という感じの関係性と言えるかもしれないですね。えー、そんな形で、えー、やっていけるテイク型の動画。これを目指していくと、えー、例えばですね、 かなり凝った状態で動画を作るとか、そういうのでなくても、えー、見てもらいやすい。えー、そういった形で内政にも向いていると、そういったことになっていきます。はい、ではですね、さらに次のポイントに行きましょう。まあ、こういったところですね、えー、意識していくだけでかなり状態変わっていきます。はい、それではですね、次の動画に参ります。あ、すみません、次のスライドに参ります。で、二つ目のポイントなんですが、えー、 タイトルとサムネイルで答えがほぼわかる動画ということになっています。はい。皆さんですね、普段から YouTube とかをご覧いただくこと多いと思うんですが、そういったところでですね、やはり動画の中身を見る前に動画のタイトルであるとか、またですね、動画の内容を表している画像、 そういったものを見たときに、あ、これはどういった内容をやっている動画なのかなというのがわかるようになっていると、とてもですね、視聴につないでいただきやすい。ということで、こういったものもですね、もうこれは内政だけじゃないんですが、動画制作全般にわたって有効なものになっていきます。はい。ではですね、続けてまいります。はい。こちらがですね、今、 申したことをもう一回繰り返したような感じですが、やはりですね、視聴者というのはもうある程度その動画の情報を見つけた時点でこういった内容があるだろうというところを期待して見るという形になってきます。なので、そういったサムネイルの方ですね、かなりそれら明確に考えられるような形で作っていくんですが、これがですね、やはり事前に例えば動画の中身を作る前に どういったタイトルになるかとかですね。また、じゃあそれを一目で分かるには、どんな画像にすればいいか。そういったところがもう明確に分かるようになっていると、最終件も作りやすいということになります。えー、ここで、あの、内製化の有利なところですが、その絞り込みについてですね、できるだけ考えていくというところですね。で、例えば、えー、内製化ではなくて、動画のですね、プロフェッショナルに制作を頼んだ場合に、 思わぬちょっとウィークポイントもありました。えー、プロにですね、動画の作成を依頼した場合、もちろん向こうにとって、こちらもお客ということになりますので、結構ですね、言われてないように、あまりちょっとですね、クエスチョンがついても、なんとかじゃそれを満足いくように仕上げようと、まあ、えー、ある種頑張ってしまうわけなんですが、そうすると、もともとその動画の持ってるテーマとかですね、方向性があんまりはっきりしないまま、 どんどんですね、内容を作る方、進んでいってしまって、で、もちろんプロが作るので、映像であるとかですね、そういった演出面であるとかは非常に美しい形になっても、肝心のコアに伝えたいテーマの方が、ちょっとぼやけてしまうということになりやすくなってきます。で、動画の内製というのがですね、もう映像だけでなくて、こういったサムネイル、画像であるとか、 また、えー、タイトルとかですね、そういった文章の部分、そういったところも関わってきますので、それらをご自身で、ご自身たちで作られて、えー、さらにですね、それをリリースしていくということで、えー、内容を詰めていくところを意識できるという、えー、その面でもですね、内製化というのは有利になってきます。えー、その、もうですね、すでに例えば、 え、プロに依頼されて動画を作ったことがあるという方も、改めて動画を作ってみることで、こういったことをですね、もう一度はっきりと見ていただく。そういったことも有効になっていくかなと思います。この辺の具体的なところですね、次回以降もさらにご案内していきますので、ぜひ楽しみなさってください。はい。そしてですね、これ結構大事なんですが、動画内戦に向いたテーマ、その3、習慣化できる動画ということになります。 えー、習慣化というところですね。これなんですけど、えー、この、じゃ習慣がつくといいのがどっちかというと、えー、これは見てる視聴者の方もそうですし、また作り手の側にとっても習慣にできるのがいいと。これ二つの意味になってきます。はい。習慣化できると、えー、さっきもですね、えー、1項目目でもちょっと申したんですけど、じゃあなぜ企業様が動画を作るのかというと、これはですね、 視聴者と関係を築いていくためのツールとして使うわけですね。えー、まあ一方的にその動画を出してこの情報を受け取ってください。まあこれある種の、えー、ギブ型の動画。これにちょっと似てるわけですけど、えー、それだけでなく、こちらもですね、与えて、それで先方にも見ていただくという、そういう関係性ができていく。それによってより、えー、その会社なりブランドなりとのお客さんとの関係が深まっていくということになってきます。 えー、その時ですね、やはり動画も、例えば偶然一回見ていただく。それももちろん大事なんですけど、一回だけで終わってしまっては、せっかくもったいないということで、えー、見ることをですね、習慣化する。あ、あのシリーズの新しいのをもっと見たいと。えー、そちらをですね、えー、より作っていくということで、えー、より関係が深まっていくわけですが、これをですね、ちょっとまあ違う言葉で言うと、接触頻度を増やす。 なんていいう言い方をしますどれぐらいですね、えー、直接視聴者の方と話すとか、そういうところを、えー、深めていくかというところですね。はい。でですね、えー、例えば、えー、見る方もですね、あの偶然いつ公開されるかわからないということになっていくと、かなりですね、えー、またもう一回見て、それで気になってしまうということが多いんですが、 え毎回毎週例えば毎週であるとかもしですねあの可能であれば毎日なんていう点もあるんですけど毎日この決まった時間になると、えー、そういったですねこの動画が配信されるこのチャンネルの動画が配信されるとなっていくとかなりですね、えー、それがあ,あれを見ようかなと習慣ついていくということも有利になってきます、えー、例えばこれ私ですね実際にあの撮影とかのレクチャーさせていただいた これは企業サバでなくて個人でやられている方だったんですが、えー、ペットをです、ねまあ、題材にされている動画を撮られている方で、あのー、結構です、ね、映像コンテンツ自体はシンプルなんですねペットの可愛らしい姿を、まあ、ある種を本当に映して、はいえー、動画として公開しているだけなんですがそういった方がです、ねえー、そのファン、チャンネル登録者が YouTube のチャンネル登録者がもう数十万人のレベルになるという方がいらっしゃいました。 で、例えばですね、もっと綺麗な動物の動画とかですね、えー、例えばもう本当に凝っていて、えー、文字もいっぱい入っていて、えー、バラエティ番組のようになっているものでも、意外とそこまで伸びないというものが多くなってきます。で、これはですね、逆に私はその映像自体をレクチャーしてたんですけど、えー、じゃあこの高評価の秘密はどこにあるんだろうなと思ってたんですが、その時ですね、実はあのそのレクチャー中にピンとくることがありまして、えー レクチャーをしてたんですけど、あ、すいません、何時になったので動画をアップしなきゃいけないので、ちょっとだけ休ませてくださいとなりまして、えー、伺うとですね、もうその方はもう毎日必ず決まった、えー、何時に動画を公開するというのを、もうかなり長期間ですね、何年にもわたって、えー、ちゃんとキープされているそうです。それによって、見ている方もですね、完全に見るのが習慣になっていて、もうちょっと自分のうちのペットを見るのが近い感覚も含めて、えー、あ、 何時になったので、あの動画があるかなちょっと見ようかなと。もう完全に固定のファンがついているという状態になっていました。えー、これなんですが、企業様がですね、動画として情報を出すときも、やはり同じようなところがあって、えー、気まぐれに時々出てくるというよりは、ある程度自分がですね、関心があってたどり着いた情報で、それがもう定期的にどんどん配信されてくる。それが例えば、何曜日の何時になるとあるだろうというのが、期待通りになっていると、 それが維持していきやすいというところがあります。はい。で、もちろんですね、それは、えー、受けてのが視聴者の方のメリットを考えたところなんですが、これがですね、広がって作るときのですね、えー、効率化にもつながります。えー、結構ですね、やはり動画制作、動画作るというのは、やはり、あの、一定の労力はですね、絶対にかかってきます。労力はどうしてもかかってくるので、それをなるべくですね、 え、軽減させるというところ大事になってくるんですが、えー、毎回、やはりですね、例えば毎回違う場所に行くとか、えー、毎回ですね、かなり大幅に出演者が変わってやるとかですね、毎回全く違ったことをやっていく。これはもうかなりプロでもですね、大変な感じになっていきます。えー、それがですね、ある程度型ができていると、もうかなりスムーズにですね、同じことを繰り返していきやすいということがありますし、 まあ、例えばですね、えー、撮影する場所なんかもゼロから設定していくというよりは、ゼロから設定するんではなくて、毎回同じ形があるとより準備も楽になっていったりと。そういった意味で作る側のメリットもあるというですね、両方の一点が出てきます、えー。こういったところで、やはり見る側にとっても、作る側にとっても習慣化しやすい。えー、それはですね、ある種その、もう本当に 一本に、動画一本に力を込めて、えー、もう半年かけて作ったものを一本出すというより、えー、割と消化しやすいですね、テーマ、作りやすい、また見る方も消化しやすいテーマを一定の間隔で出していく。そうなると、やはり、えー、外部とですね、連携していくっていうのは結構大変になってきます。調整もありますし、なかなかですね、もちろん依頼していると予算も大幅に広がっていくわけですけど、そこがですね、えー、内製化できていると、 そういった定期的に出していくというところもやりやすいという、えー、そういったメリットが出てきます。はい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、はい、ここでちょっと質問とあとごめんなさいえっ、ー、と視聴者の方すみません、はい、結構今回今途切れたり画面が安定していなかったりしているようで申し訳ございません。一部の方ちょっと見づらいかもしれないんですけどもあと後日アーカイブあの配信させていただきますのでもしちょっと今 視聴が不安定な方は申し訳ないですが、もうまた改めてアーカイブをご覧いただくこともできますので、そちらをご覧いただくこともできます。すみません。申し訳ございません。ちょっと今、原因を解明していますので、このまま続けさせていただきます。で、えっと、ちょっと質問が来ていて、例えば今、はい、えっと、動画は視聴者と関係を築くためのツールで、まあ接触頻度を増やしたりっていうお話ありますけど、例えばこれが聞きやすい、なんか、はい 誰向けのやつだと,とか、どういう動画だとこういうのが一層聞きやすいとか、はい、なんかあったりしますかっていう質問なんですが、す、ま、べ、あ、てにおいて今言ったことが通ずるのか、はい、特にこういうものだったら、この今の動画,、えー、と動画は視聴者と環境を築くためのツールとして使いやすいなどあれば、えー、と教えていただけますか、はいはいまあ、特におすすめなのがあの、問題解決のための動画ですね。何か、まあ、様々な分野がが、あると思うんですが、まあ例えば 何か日家庭の日用品であれば、何か生活の中でいろいろ出てくるトラブルですね、何かまあ家電製品が調子が悪いとか、色々いところいろ台所とかお風呂場の悩みとかですね、うん、そういったものとかを、えー、例えば季節に合わせて、ですねもうそろそろ例えば暑くなってきたので、こういうのでお困りの人が多いと思いますみたいな形で出していってあげると、うん、ああ、もうこういったもの確実に、ですねもうこっちの何か生活の変化を見越してくれたより出してくれるんだという。うん そういったようなやり方もできますしまたあの趣味の分野とかでしたらかなりその時々の,あの熱いトピックというのがあると思いますのでそれを的確に捉えてですねもうよりもう皆さんこれ楽しみですよね今回はこれですといったような形で、えー、より連携していける。そこまできていくともう あの人は期待に応えてくれる人は、うん、人と言ってますけど会社だっても人として見てくれますよねそういった関係でなきていけるような題材が一番向いているかなと思います確かにそうですまずはこう関係性を作っていく上でそうです、ね、こう接触頻度を増やしていくとそういうなんか提案みたいな、ねえー、動画があってもすごい響いてくれそうな気はしますねはい分かりましたありがとうございます,いますではじゃ次に行きましょうかはい、はい では、引き続きですね、スライドの方で進めてまいります。まあ、今みたいに、あの、ご覧になっててですね、ご質問とかあったら、どうぞ、どんどん上げていただいてですね、えー、そうしていくと、どんどん、こちらも一方的に、こちらが話してるだけでなくて、いろいろと皆さんのですね、お役に立てていけると思うので、ぜひ、そういう場にしていけ,ばいければなと思います。はい、ではですね、まあ、ちょっと今みたいなところも踏まえた上で、えー、動画制作、一般的な流れですね、どんなふうに作られて、 ちょっとと一例ご紹介しようと思いますますあ皆さんもう結構ですねあの今回のテーマにご関心持たれてる時点で、えー、まあもう実際にやってみたって方も実際多いと思いますしまたこんな感じかなでもどうなのかなとですね悩まれてるという方も多いかと思いますはいそれをですねちょっと一例をざっくりと出してみたんですがえー まず、まあ、どんな内容にしようかなっていう企画の考案ですね。今前半の方でお話ししてたような、どんなテーマにしようかとか、まあ、大きな、そのシリーズ自体のテーマと、一個一個の動画のテーマ、両方ありますよね。え、それを出していくところがもちろん根本になります。そして、ちょっと黄色字で記してある、コンテ、時間配分を含む設計図作成とありますけど、これ、実は一番重要なんですけど、ちょっと置いときますね。そういうものを作った上で、で、それが終わった上で、 え、収録とか素材集めってところに入ってきます。まあ、ビデオを撮ったりとか、まあ、ナレーションを録音したりとか、またいろいろですね、画像とか映像の素材を集めたりと、そういったことに流れてきます。結構ですね、あの、割と行動的な方ほど、えー、この3番目の収録素材集めから入ってくるなんてパターンもあるんですね。それ決して悪いことではないんですけど、えー、なかなかですね、そこから入ってしまうと、じゃあいきなり、 まあ、とりあえず撮ってみようかと、えー、録画して、でもなかなかうまくいかなくて、まとまらない、どうしようとですね、えーまあ、結構巡ってしまうということもよくありまして、まあ、すぐ行動されるというのはいいんですけど、やっぱりです、ねえー、素材を収録するというのは、ある程度計画してないと、えー、まず何が足りないかもわからないですね。全体に流れを作っていく上で、あこの話をするならこれがないとわからないというところも、なかなか判明しづらいですし、 また逆に、じゃあこれも入れよう、あれも入れようと、素材がちょっと多くなりすぎてしまって、えー、もう収集がつかないというですね、えー、そんなこともあったりしますので、まずはこの基本部分をですね、えー、もう下手すると、基本を考えるところで全体の労力の半分ぐらいを使うぐらいで気持ちでもいいかもしれないです。でそれをやった上で、えー、編集したりですね、または編集したものをチェックしたり。 また必要があればここで追加で収録したり素材を集めたりということがあって調整をして、そして、えー、最終的に公開するという。まあ本当に大まかですけど、このような流れになってきます。で、この中で、えー、さっきちょっと保留しておいた2番目の黄色いところですけど、コンテ。まあコンテという専門用語になりますけど、時間配分を含む設計図を作成する。えー、ここがですね、意外と想像しにくいところだと思います。 結構ですね。じゃあ動画を作るのに何をやるんだろうっていうところで、まあビデオ動画を撮る、そういったところというのは割と想像がつきやすいと思うんですが、なかなかそれを丁寧にやっていくというのが少なかったりします。じゃあ、このコンテってどういうボールかですね。ちょっと例をこちらの方に置いてみました。はい。えー、さっきのですね、まあ流れの中でその企画を考えたりとか、というところと同時になっていくのが、まずまあ、 文でですね、じゃあ今回はこれをやって、これをやって、まあ過書きのような形でも、えー、出していてですねで。さらに丁寧にやる場合には、じゃあ一個一個の項目について、まあ明確にもうナレーションの内容を言葉にしていくのでもいいですし、えー、ざっくりとですね、このテーマについてじゃあ話すとか、そういった流れになっている場合もあると思います。えー、そういったときですね、文章だけだと、なかなか最終的な動画としてどんな流れになってくるのか、つかみじくい部分。 部分がありますので、そこで、えー、割とですね、この絵コンテと呼ばれるものなんですけど、結構ですね、例えばあの、アニメとかがですね、好きな方とか、映画とか好きな方、こんな風なのをご覧になったことあるかと思うんですが、えー、まずですね、どんな画面になるかなっていう概要をですね、これ、絵であったりとか、えー、写真であったりとか、そういうので目安として配置していきます。で、内容の説明があって、えー、例えばもう、ナレーションとかがある場合には、こういう言葉が入りますよというですね、 それが入っていくと。はい。この辺は想像つきやすいところなんですが、ちょっとおそらく配信の画面だと小さいかもしれないですが、一番左側、小さいところ。実はここが重要でして、ここはあの、時間が何秒何秒何秒と区切ってあります。で、1個の項目に何秒使うということがですね、ここに記されています。実はこれがないと、結構収録しているときですね、もう 気分の赴くままにすごく多くなってしまうとかですね。そういう場合もありますので、最初に、じゃあこれについて何秒ぐらい割り当てるというのを決めておいて、もちろん後から変更してもいいんですけど、基本的にそれに沿っていくことで、まず収録が、あ、これでどれぐらいですね、素材が足りているかというのが、えー、だ,だいぶつかみやすくなってきます。そして編集するときも、あ、最終的にじゃあここは何秒ぐらい、または何分ぐらいとかに収めるっていうのができていると、 えー、欲張ってですね時間が延びてしまうということも、また極端に短いということもだいぶ避けることができますので、もうそういった悩むところがないと、えー、純粋に編集作業も、じゃあそれをなるべく見やすくしていくというところに注力できるので、だいぶ手間も省ける上にえに、ー、そういったクオリティの面にです、ね、意識が向けやすくなるというところですね。えー、そういった意味があるので、えー、これ実はですね次回の第2回目の方で、かなり詳しくご紹介していきますけど、 えー、そういったところをですね、えー、意識していただくとかなり違ってくるかなというところです。はい、というわけでですね、えー、テーマを設定するときのポイントと、あと一例としてのですね、じゃあどんなふうに動画って作っていくんだろうといったところですけど、えー、それぞれざっくりとご紹介しました。で、今回なんですが、えー、本当にですね、冒頭にも申したように、非常に多くの方から事前にもご質問いただいてますので、ここからちょっとご質問に答える形で、えー、それぞれの項目をさらに深く分け入っていく。 みたいな形にしようかと思います。ではですね、一回ちょっと田中さんにお,、はい、お返しいたします。はい、ありがとうございます。はい、すみません、あの視聴者の環境によってちょっと見づらい部分もあると思うんですが、すでに結構今エコントに関して。 何個か質問来てるので、ちょっと絵コンテ周りの質問今、はい、結構ここもうちょっと詳しくなんか聞きたいという方もいらっしゃるので、はい、えっと、ちょっとすみません、拡大ができてないので、上に何が書いてありますかっていうのが来てて、えっと、そうですね、はい、タイム、ピクチャー、アクション、ワードって書いてありますよね。はい、これが、この4つがあれば、なんとなくその絵コンテ的にはいいんでしょうかそうですね。あの <laughs> いろいろカスタムしてある違うものもあるんですけど、はい、基本的にあの時間の流れが分かって、はい、でアクションというところがもう画面的にどんなになるかですねうん、うん、これはあのうまい絵である必要はなくてもうレイアウトが分かればあのど例えばどこに人がいて、はい、えどこに何があってとかですねそれが分かれば本当に、えー、図形とかでも構わないぐらいです私も絵が下手ですけど頑張ってこういうの描いたり書、うん、くことにしたりしますなるほどで,でアクションというのが<あ>例えばですね、はい、動きとかそういうのをやったりしてでワードというのが まあ例えば字幕を表示したり、ナレーションがある場合にはそこに変えていくとか、そういった形で進めていきますはいで、えっと、これ、質問絵コンテは親別に作るべきですかっていう、このカット割りのことかな、1>, はい、1個の絵コンテの中にどの項目を入れたらいいかというご質問なのか、ちょっと質問捉えー、方にもやるんですけど、どこまでを書けばいいかという質問なのかな、ね、多分はい、はい 特にですね、例えば数、数分、最大で数分レベルの短い動画であれば、えー、いわゆるカットというんですがあの、1回カメラの映像が切り替わったりするのをカットとですねちょっと専門的に呼ぶんですけど、それを全部書いていくぐらいで、数分までのやつはですね、作ってあげると、より詳細に作りやすくなっていきます。なるほどで例えば、もう何十分とかになっていくと、さすがにそれはあまり細かくしても、えー、逆に分かりづらくなってしまうので。 えー、例えば、じゃあこのことに話題について何分とかですね、そういったあの多少広げた形でも、あるとないと大きく違ってきますので、長さによってですね、あのー、明らかに内容が変わっていく単位で書いていただくのがいいかなと思いますなるほど、結構じゃあ、まあ、細かく書けば書くほどいいけれども、なかなかそこまで,で、ね、まあイメージが多分最初、湧かない部分もあると思うので、でね、なんか、ねや、入れたい内容とかで分けていくとかもあったらいいんですかね。えー あと1つだけコツがあの、はい、スマホのストップウォッチ機能とかでいいのであのそこで実際、じゃあ自分がた例えばですねこの絵が動いているのを思い浮かべてとかえー、言葉があったら実際にあのちゃんとうまくなくてもいいってナレーションっぽいことを自分で喋ってみてあこれで何秒間かかるんだっていうのを測っていただくと実際に想像だけじゃなく何,分何,何秒かかるというのが分かりやすくなるのでそれも合わせてやっていただくと一番いいかなと思います。なるほどあと 絵コンテを、まあ、書く人ってあの、例えば編集する人が書くと一番わかりやすいとか、また、まあ、どのくらいの人数でその動画を作るかにもよると思うんですけど、はいえー、絵コンテは誰が書くのが最適ですかっていう質問です組織化された制作チームであれば、いわゆるあのディレクションする、まあ、全体を組織する監督の立場の人ですね、まあ、演出を司る人が書くのが、えー、一般的ではあるんですが。 おそらく内製化の場合には、えー、結構お一人がかなりいろいろな役割を出していくところがあると思うので、えー、例えば、えー、内容も考えられて編集もやられるという形であればお一人で全部やるということもあると思いますしまたですね、えー、例えば内容をある程度こんなのをじゃあ作ろうと考える方と実際手を動かして作業される方が分かれる場合には、えー、別々に。 内容を考えられる方が書いた方が編集の方が見たときですね、ここがちょっと分かりにくいですというところを補足できたりとか、また逆もですねあの編集の方でちょっと意図が伝わりきっていないところをまた保管していくとかですね、そういったこともできるので、まあ、分けるのもメリットは大きいかなと思います。そこも、えー、何人体制ととかかかどどういっったた形ででやられるるすねうん、うん、なるほど分かりましたちょっと、えー、とエコンテ関係の ちょっとピックアップします。この一番右のワードって書いてあるのはテロップですか、はい、これっていうそうですねあの、今回出した例ですとあの、頭に T と書いてあって、今回はそのテロップのもの前提のやつが例で出ています。はい、で、この文字が何秒間出ていて、絵が変わっていくというところで、これがまああのナレーションであれば、ナレーションの読む内容をここに書いていくという形になります。はい、これれはあでですねナレーションが入ってないな文字だけで やっててていい今回たた、まあ、たままままですすけど例としし出されはかりましたあとは、まあ、さっき長い尺であればちょっと簡素化するっていうお話はあったと思うんですけど、はい、結構やっぱり絵の変わりがすごい早い場合、はい、もう尺が短くても絵コンテが数十枚になってしまいそうなんですが、はいですね、ある程度それも、はい、まあ簡略化して、はい、もういいものでしょうかっていう質問が来てますね。そうですね 特に、まあ、お一人で内容も考えて編集されるという場合には書かなくても分かっているというところもあると思いますので、そういう場合は省略してもいいんですが、ただ結構、あの、人間って忘れやすい動物ですので、もともとこうしようと思っていたけど、ちょっと忘れてしまっていて、えそこを飛ばしてしまったとかも絶対出てきますし、特にですね、こういう、え予定表の、まあ、予定というか、内容のですね、細かい割り振りというのは、なかなか、 考えたのをまるまる覚えてるっていうのも大変ですので、えー、できればばちょっと細かく作れればそれに越したことはないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ちょいろいろなですね、はい、ご質問あのエコンテ関連とあとは他の関連のものもご質問いただいてるんですが、えっと事前質問にあった部分もあるので、はい、<対>はい、えっと事前質問について、えー、っと。 いろいろご回答いただきたいと思います。本当に今回ね、はい、質問もすごく多くいただいてたりとか、結構まとまあの似たような質問をちょっとまとめさせていただいているところもありますので、えー、ご紹介いたします。はい、ではじゃあ早速事前質問の1個目いきたいと思います。はい、まあこれはですね前からすごく質問の多い部分ではあるんですけども、はいえー、ま動画内製化を行うにあたって初心者が気をつけるポイントがあれば教えてくださいというご質問です。はいはい あそうですね。よくば、あの、確かにいただくご質問なんですが、あまあ、いろいろとあるんですが、実は一番根本的なところで、えー、結構ですね、動画を公開するまでに慎重になりすぎてしまって、結局ずっとやらないというところですね。まあ、例えば、あの、もっと、これ、こんな画質だとちょっと格好悪いので、もっと格好良くしてから公開しようとかですね、えー、すごい、ねじすぎてしまって、なかなか公開できない。 というのがあると、結構個人でもですね、団、まあ、体でもあると思うんですが、結構、あのー、特に、まあ、動画に、動画は特にで、インターネット上のコンテンツであるとですね、特になんですけど、アウトプットしてみて、それで、えー、それによってどんどんトライアンドエラーで直していくというやり方が結構重要になっていたりもしますし、えー、実はなんか、えー、内部で悩んでいたことと視聴者の反応全然違う部分であったりということも分かっていきますし、 何よりさっきの習慣化につながるところですねやはりもう初めての1回がなかなか動き出さないとなるといつまでも伸びてしまいますけどもう慣れてきてしまえばもう出すこと自体にですね物事じしなくなっていくのでそういったところをですねもうやらないとゼロですからあの少しでも1でもですね積み重ねていくそこが大事なのでそれをぜひやっていただきたいなと思います。まあ、あのおす,すめのとところとしてはですね あの例えば、YouTube 動画をじゃあ公開とかなるとまだちょっとハードルが高いかもしれないので,、えー、既にですで、ね、に、例えば SNS ですね、えー、Twitter とか Facebook の、あのー、アカウントを使われている企業様も多いと思いますのでそれがある場合には例えば、今日はこんなイベントに出店していますとかですねこれが新製品ですとか本当にシンプルな形でもいいので動画としてもともと写真で出していたものも動画として出してみると。 そういったことをやっていただくと、動画自体の、えー、緊張感が少なくなっていて、よりやりやすくなっていくかなと思いいますはい、ありがとうございます。まずはやってみるっていうのは、そうですね、何事に,においてもそうかもしれないですけど、特にやっぱり動画はね、えー、なんかあの、上を見ればきりがないので、まず自分でここまでって決めてやってみるのがいいのかもしれないですね。えー、はい分かりました えっとじゃあ次に行きたいいと思いますどんどん行きましょう。はい、どんどん行き,、はい、きましょう。動画内成化開始にあたり、これもまあちょっと似ている質問ではあるんですけど、これはなんか何を作ったらいいか分かんないというようなところかなとは思うんですけども、ちょっと漠然としてるけど、何をまずやってみればいいですかっていうご質問です。はい、はい、今日ですね、まあ、まさにお話ししたところにつながっていくと思うんですが、まあ、で じゃあ、題材をか、本当に具体的に題材を考えていくときに、じゃあ、いろいろとですね、関係を含めていくために役に立つ、もう、お客様の内容ってなんだろう。結構ですね、もう動画を作ろうというような、もう意識を持たれている会社様であれば、すでに結構、いい、あの、パンフレットとかですね、そういうのも、えー、すでに作られていたりすると思います。で、例えば、じゃあ、ウェブサイトに、 Q&A とかですねお悩み解決コンテンツみたいなのがあったらじゃあそれを答えていく形で、えー、動画にしてみたらどうかとかそうなっていくともう内容を考えなくてもすでに存在してるわけでそういったところからやるとですね新たな準備というのもだいぶ少なくなるので、えー、だいぶやりやすいんじゃないかなと思いますぜひその辺おすすめですそうですね最近やっぱりもともと広告だったりとかで作っていたものを動画で見せたいというような、えー あの要望なんかもすごく多いですよねなんでまあ実写ちょっと撮ってそれを入れるとかう、ね、本当はそれを全部やるってなるとまたアフターエフェクツっていうソフトを使ったりしてっていうやり方もあるとは思うんですけどまずはそうですね、はい、なんかチラシとかまあ何かこうあるものを流用してみるっていうのは手ですよね。ねはい 分かりりままましたたああがとととうございまあ、はいいすすは、えー、と次の質問に行きたいと思いますこれはですね今日のチャットでも質問があったりしているんですが、まあえー、最低限その、まあ、制作において撮影においての方が多かったんですが、はい、準備した方がいい機材を教えてくださいっていう、まあえー、あとはまずは iPhone で撮ってみたいんですけど、はい、それにまつわる、まあ、必要なものを教えてくださいっていうような機材関係の質問が来ております。はい そうですね。あの、本当最近のスマホはですね、まあ、iPhone も新しいの出たばかりですけど、まあ、高画質なので、正直ですね、例えばもう一眼カメラとか使わなければもう画質全然ダメだなんてことはなくて、えー、結構スマホのカメラでも割とあの、十分なですね、画質が得られたりします。ただ、絶対に用意していただきたいのが、まず1個目、三脚ですね。えー、スマホのカメラで手で持ってやはりブレている画像だと、 もういかにも適当に撮ったように見えてしまいますので三脚といってもですね、スマ,スマホ専用のもありますしそのスマホをつけるホルダーみたいなのがですねもう100円ショップとかにも売ってますのでそれでピタッとあのカメラ自体スマホ自体が止まって撮るだけでやったことない方ぜひ、ね、やってみてくださいなんか、うん、あれ私のスマホのカメラこんな綺麗だったんだってあのぐらぐら揺れているよりもすごく綺麗に見えてきますでそれがまずですね、まあ、最低限用意していただきたいもので、えー それとですね、あの特にこういうトークが多い動画とかはですね、まあ、最初はなかなか難しいかもしれないですけどやはりどちらかといえば絵を見るというより声を聞くという段階が大きくなっていくのでマイクですねどうしてもそのスマホのマイクをちょっとスマホを遠くに置いてマイクだけで、スマホのマイクだけで拾っているとどうしても音が響いてしまって聞きづらかったりするので何かしらですね、マイクを用意するこういったところもおいおい。 具体的にご紹介していきますけど、うん、それがあると違ってくるかなというところですね。あ結構あれですか、ね、ね、iPhone 用の外部マイクみたいなのがあったりすすするんででかねね、はい、<iPhone> そうですね専用のもございますしあの例えば、はい、今ですね何かしらあの例えばお趣味で音楽とかで,ですね自宅録音とかやられている方はそれがそのまま使えたりもしますし意外と、えー、休養できるようなアイテムも多かったりで特に今年とかはですねあの皆さん あのズーム会議とかいっぱいやれるようになってこの自,宅で自宅とかです、ね、会社とかで音質をよくという意識が非常に高まっていますのでわりと情報も多くなってそういったものを使うだけで動画のクオリティ全体がやはり上がっていくかなというところです。なるほどありがとうございます、うんはい、ではです、ね、機材関連というかこれもです、ねはい、結構質問が多かったの次行ってみましょう。編集は アドビでプレミアプロという編集ソフトがあるんですけれども、はい、プレミアプロってそもそも何ができるんですかっていうようなご質問いいただいております、はいはい、あのプレミアプロですねあの、動画の分類としては動画編集ソフトと呼ばれているものなんですけど、何をするかと思う、非常にシンプルに言ってしまうと、まあ、さっきの制作の流れでもあった、集めた素材、撮ったビデオですね、それを最終的に1個にまとめて完成させるのが、まあ、プレミアプロの役割です で一応ですね、さっきあの田中さんもちょっとアフターエフェクツって言葉をおっしゃってましたけど、他にですね、例えばすごく凝ったあの光が飛び散るようなアニメーションを作ったりとかですね、するようなあのアフターエフェクツというソフトであるとか、また音をもっと細かく、えー、加工していくようなオーディションというソフトとかいろいろあるんですが、実はプレミアプロってどの分野もそこそこできたりしますので、実はですね、まあ、本当に 専用で動画制作の会社とかであればいろいろ使う必要が出てきますけど意外とプレミア以降でもですねかなり凝った演出ができたりしてなので、えー、まあ最終的にまとめるツールであるんですけど割と凝った効果なんかもですね、えー、出しやすいというそういうものになってますでまあとはいってもですねなんか難しそうと思うかもしれないんですが確かに、まあ、プレミアプロってその中にはハリウッド映画とかで,ですね去年公開されたあのターミネーターの続編とかもう びっくりしたんですけど、私、見に行って最後のクレジットの中でですね、プレミアプロって出てえっ、ー、ってびっくりしたことがあったんですけどそれぐらい本格的な現場でも使われてるんですが機能が多いんですけどあのそ,れそれぐらい幅広いんですけど全部使う必要はなくて意外と、えー、じゃあこういう動画を作りたいというです、ね、内容決まっているとじゃあここまで覚えればいいですと、えー、区切ることができるのでそうすれば決してですねあの ハードルが高いソフトではないですね。まあ、例えば、フォトショップとかイラストレーターをすでに使われていて、Adobe の全部維持のです、ね、プランをやられてるなんていうところは、プレミアプロが一方でも十分入っていけるのかなと思います。あと、もう一個ですね、あのこれも、えー、次回以降、特に詳しくやっていくんですけど、それも踏まえた上で、さらにですね、えー、パソコンだけじゃなくて、えー、スマホとかタブレット、そちらでも本格的だけど操作がすごく簡単に行える、プレミアラッシュというですね、えー、ソフトが。 ちょうど数年前から出てきております。ちょっと、えー、スライドの方に一回切り替えていただいてもいいでしょうか。ウェブサイトでですね、ご覧いただくとわかりやすいと思うので。はい。Adobe、えー、のホームページですね、Premier Pro というのが、まあ、さ先きご紹介したような、こちらのソフトなんですけど、もう一個 Premier Rush、R-U-S-H と書いて、Rush というのがあるんですが、こちらがですね、パソコン、Mac、Windows はもちろん、えー iPhone、iPad とか、まあ、一部の Android 携帯とかですね、そういったところでもパソコンと同じ機能が使えて、しかもかっこいい文字のアニメーションとか音楽があらかじめいっぱい入っているので、えー、もうとてもビバールする動画が作れてしまうというのがありまして、もうとりあえずですね、あのフル機能を使うにはまた契約とかでも出てくるんですけど、えー、とりあえずあのス,スマホのアプリを入れていただくとか、ですね Adobe の ID とかがあればすぐできてしまうので、こっちからお試しいただいて。 でもういいかなと思いますし、まあ、次回からこのラッシュを例にして、ですね、えー、具体的な作り方もだいぶご紹介していく予定でおります。はい、では画面の方ですね、すみません、戻してください。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、あとはこれに関してなんですが、次の質問に行くと、はい、えとプレミアプロは初心者でも使えますかっていう質問が来たりしていた、き、はい、ました。何人かから来てますね。はい そうですねさっきちょっと、まあ、似たようなことも申してたんですがやはりあのすごく、まあ、あのたくさんのものが入ってなくても全部使う必要はないですねもうあの国語辞典に載っている言葉を全部覚えなければ日本語が話せないかといったらそんなことはなくて、えー、よく使うものだけ覚えてですねその都度はその都度使っていけばいいというところがあるので、えー、そういうですね形の覚え方をしていったりまたですねあの形で やっていけばそれほどあのハードルが高いというわけではないので、えー、特にす、ま、で、あ、に何かしら画像系のソフトとかを使っている方でしたら割と同じようなですねあこれ、フォトショップでいつも使っているやつじゃないかとかですねイラストレーターで使っているやつだという全く同じような機能が重複していたりもしますので、えー、それほどですねあのなかなかもう非常に集中して勉強しなければ使えないとも限らない、えー、かなり その簡単なところからもう上はいくらでも目的なところまで懐が深いツールなのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、次の質問に行きたいと思います。はい、これもですね、結構えー、っと今日もえー、っと質問を来てる<あ>音声というか、はい、そうですね、えー、音声系ナレーションって必要ですかとかあとは、はい、なんかうまく取る方法を教えてくださいっていうあまあ。はい そうですね、音声関連の質問が来ていますさっきですね制作の流れで絵、まあ、コンテ時間の設計図って大事だよってお話ししたんですがやはりですねあの動画を初めて作られる方でつまずきやすいのがどれぐらいの時間配分にしたらいいんだろうっていうところですねじゃあこの文字を何秒間表示しておいたら読んでもらえるんだろうとかですねそれがあの作ったや見たものの短いんじゃないか長いんじゃないかっていろいろ悩んでしまうとか。 あると思うんですが一方ですすが一方ねあのナレーション言葉にするととても分かりやすいところがありまして言葉であればちゃんと言葉をちゃんと聞き取れる速さで喋って、って何秒間って時間割りができているのでその割り振りに沿って映像を並べていくだけで結構ですね流れがスムーズにできたりします。なのであのナレーションが入った動画って本格的と思うかもしれませんがむしろえ何にも お手,本がお手本というかですね、基準がないところで作るより、ナレーションが入った動画っていうのは、初心者,初心者の方でも作りやすいかなと思います。まあ、これあの、もちろん頑張ってご自身でやられるとかでもいいですし、最近あの、ナレーションだけですね、ネットから発注できるサービスも非常に多く出てますので、そういったものを、えー、使うという点もあります。で、発注するんじゃなくて、そのご,えー、ご自分のところで取られるというところですけど、まあ、さっきマイクを他のものですね、買うという。 いいいという話もしたんですが、まあ、何かを買う前に、えー、一番実は結構大きく聞くのが環境の整え方でしてもちろん普通の会社様とかですねご自宅とかにはスタジオなんかはないわけですけどだいたい一番的になるのが、えー、響きです、ね、反響多少例えばエアコンのとことかが入ってたとしてもあんまり響いてない音だと見てる方って聞きやすかったりするんですが、えー、結構一般的なじゃあ会議室とかそういうところでやると結構ですね 響いいてしまいますで結構おすすめなのがですね例えば、えー、私もよくあの出張先でやったりするのがほ例えば本棚があるちょっと狭めの部屋とかですねまた和室あのふすまとか、えー、畳とか柔らかいものがある部屋ってあまり響かずに、えー、落ち着いた音になってくれるのでなんか専門の設備じゃなくてもあまり響かない聞きやすい声で録音できるもうスマホで喋るんでもそうしやすいなんていうとこもありますし、えー 結構ですね、まあ環境的には良くないですけど、えー、結構ですね、ンボール箱がいっぱい積んであるちょっと小さい物置とか、以前これもあのどうしても環境がないところで急遽取らなければならずやったことがあったんですが、すごく綺麗な音で取れてしまってびっくりしたことがありまして、実際そういう紙とか布があるような場所ですね、音をだいぶ吸ってくれて、なんだかちょっとスタジオみたいだなって感じで取れたりもするので、 ちょっとですねご自身のスマホで録音でもいいので、そういう場所でですねやってみておすすめします。あともう一個必要なのが、あのマイクというのは、距離が変わるとです、ね、音が激変しちゃいます例えば今、私喋ってるこのマイクとかでも、どうでしょう、大分私の声、めちゃくちゃ変わったと思うんですけど、うんうん、こんなふうにです、ね、やってると分かりづらいですけど、もう距離が変わらなければ、こんなふうにずっと安定するんですね。もうこれがが距離が変わってしまうと聞きづらくなるので スマホであってもずっと同じ距離であればもう聞く人の耳のペースがついてきてくれますので距離を変えずに響かないところで撮るとやると例えばスマホのマイクでも全然見違えて撮れますのでぜひまさにこの後ですねぜひちょっとお時間になるときやってみてくださいそうですよね同じ機材を使っても場所だったり、はい、なんか置く位置だったりで,でだいぶやっぱりマイクは変わってきますからね。全くく逆でよくあるのが あのいいマイクを買ったんですよとなってうれしくなってもうあちこち移動してしゃべってしまって <laughs>、はい、あせっかくいいマイクなのに聞きづらいということもあったりしますので確かに、はい、あとはこの辺りは結構やっぱプレミアプロってまたちょっとプレミア、はい、結構やっぱりき,、はい、きれいにしてくれる機能だったりあると思うんで,うなん,でなんかその辺りちょっとどうしてもと思ったらそういうのを試してみるっていうのもありますよね。エアコルの音って言いいましたけどうん、うん、そういうのも 本当、ワンタッチで結構消えます。そうですね。すねそのあたりは、ぜひちょっと使っていただけると実感できるかなと思います。<ひ>はいで。結構、あの、事前質問もすごい多くて、まだまだあったんですけども、はい、あの、今日の質問でも結構多くて、はい、あの、休憩時間を作っていただけると嬉しいという、はい。ご要望をいただいたのでああ、ありがとうございます。 あの打ち合わせないですが、はい、ちょっと質問を、えー、今日頂い,いてる質問をいいですか振っていてとても嬉しいですはい。で結構今ちょっとパッと見てる限りではさっきの絵コンテのとこにあったなんか時間配分な時間を、えー、と書いていきましょうっていうのがあったんですけど、はい、なんか最初やっぱ時間配分を決めるのは難しいとかどう取ったらいいかそもそも分からないので時間配分トータル時間を絵コンテの時に決められない。はい とかカット割りをそもそも決められないんですがどうしたらいいですかっていう質問がですね、はい、な,なんかおすすめだったりやり方があれば教えてください。すねはい、おすすめの方法としてあのさっきの習慣化のところに出てきたところもちょっと似てくるんですけどやはりですね一個一個か今考えた言葉を何秒ってやっていくとやはり変動が大きくなるので例えば一個の要素は必ず5秒間にするとかですねじゃあ 5秒ごとに要素が変わっていって展開していくというのをさっき決めてしまってで例えばですねあのじゃあ何々の製品を紹介してください喋ってくださいって言われて1分で紹介してくださいって言われるとあ,あどれから喋ろうどうしようどうしようって焦ってしまいがちだと思うんですがじゃあ例えばこの製品の名前を5秒で言ってくださいって言ったら例えばじゃあ iPhone12Pro ですとか多分ぴったり。 はまると思うんでで、すねで。それをじゃあ5秒以内で収まるかなってス,ポストップウォッチで測ったりとかじゃあこの製品の値段を教えてくださいはい、えー、いくらいくらですあ5秒に入るなとそういうですねいっぺんに要素があると分かりづらいのでもう1個の要素を何秒ずつ使うと決めておいてしまってそこにじゃあ1個ずつど,のどれだけの項目が入るかなっていうのをですねやっていくと比較的割と展開しやすかったりします。で もちろんですね、それが慣れてくると臨機応変に長い短いもできるんですが、割とその一定間隔でですね、5秒ごとに要素が出てくるというような感じでも、えー、結構流れが整ってると、見る方がついてきやすくなる、時間の流れが整っているところがあるので、まずこの、えー、あらかじめ、本当、何秒なら何秒で言えることをここで言うという、時間割り前提で作っていくという逆の方法もですね、さっはだいぶやりやすいかなと思います。うん、なるほど。ぜひおすすめです。 その場合に、えーとなんか見、見られやすい、これも質問で、はい、トータル時間で、長い、はい、短いとかで、なんかこういう場合はこの尺がいいとか、えー、かあったら教えていただけますかって、はい、多分今の話にもしかしたら通ずるかもしれないんですけど、そうですね、何分っていう適切なのがあれば、そこから逆算して時間配分も決められるのかなと思いますが、はい、なんかありますかあ,あとごめんなさいそれに えと今の似てるのかもしれないですけど、カット割りの決め方なども、はい、あったら教えてくださいっていう質問が来てますまいま結構ですね、まああの、ちょっと前まではネットの動画、短い方がいい、短ければ短い方がいいと言われてたんですが、最近ちょっと事情も違うとか、ですね長時間、特にお家でお仕事とかされる方が増えると、長いのも割と見るというように耳で聞くとかですね、もうケースが増えてきたところはあるんですが、まず短い方のポイントでいくと、えーあの 最初にですね、これを見るのにどれぐらいかかるんだろうっていうのが想像しやすい時間。例えば、じゃあ1分で紹介します。あ1分しかかからないんだとですね、見る人のハードルが下げてくれる。3分で、えー、これが解説しますとか、あ3分だったら見てみようかなと。まあ、そんなふうにですね、あの、タイトルであるとか、そういうところに入れられる数字っていうのはですね、割と使いやすいのかなと思います。で、それが決まると、じゃあ、 1>, 1分で、えー、これの紹介できる範囲を決めようとかその設計もしていきやすくなるというところですね。で長くなる場合なんですがこれもですね本当にあに、のー、なかなかケースバイケースではあるんですけど最近ちょっとですねまあ長さ自体を決めるというより、えー、YouTube の動画とかをですねあの説明欄にあの時間の数字と、えー、内容のテキストみたいなのを入力していくと 目次が作れるるようになってるんですねクリックすると直に飛んでいけるようになってると。でそこを見た時にあのさっきのサムネイルとタイトルで中身が分かるようにってところも通じますけどあこの内容がここにあるのか確実にあるんだなというところで、まあ、続けて見ていただいたり、えー、時間がなければそこに飛んで見ていただいたりとかですねっていうこともしやすくなってくるので、えーまあ、長い場合も例えば完全にランダムにするんじゃなくて、まあ、10分なら10分で。 置いた上で、じゃあそれに当てはまるように内容を作った上で、えー、最終的に目次をつけてあげて、視聴者の方アクセスしやすくするという、そういうことをやればですね、あの、割と盛りだくさんの内容をやるという場合にも、えー、見ていただきやすくなるかなと思います。あと、はい、あ、そうですね、はい。はい。 ありがとうございます。ね、いろいろティップス的なところはあると思うので、またいろいろね、第2回、第3回でも、でね、なんかそのあたりもお話聞けたらいいのかなと思います。はい、あとはですね、さっきプレミアプロの話をしたので、結構なんか実践的な使い方のコードだったら、はい、初心者におすすめの何かありますかっていうご質問が結構きたんで、まさに大阪さんが多分本を出されたばっかりだと思うんで、はい、<laughs> そのご紹介をしていただくのがいいかなと思ったんですが。なるほど。ね、はい 初心者にも結構おすすめな本ですよねあ。ありがとうございます。いただけますみ、はい、ません、ちょっと画面の方をお願いいたします、はい、すいますすせんちょっと手前見そうなんですが、えー、8月にですね新しいプレミアプロの本、さっきあのプロフィルのところでもちょっとご紹介しましたけど、えー、原稿者という出版社からで Adobe、ね、プレミアプロ超効率活用術という本を出しまして、えー、こちらなんですがあの機能を全部変えているのではなくてまさにさっき申した通りで よく使う、頻繁に使うところを、えー、なるべく優先して覚えられるような形でまとめて書いています。またですね、一応基本はプレミアプロの本なんですが、あの、一章を割いて、えー、プレミアラッシュをとりあえず一つ、一通り使ってみようという基本の部分をですね、ご紹介している、えー、ページもあります。あともう一つ、これだ、あの、これが結構売りだったりするんですが、実はですね、えー、全部で、えー、約1000個、999個ですね、の、 例えば、文字がアニメーションする、その文字を打ち替えるだけで作れる、使えるテンプレートですとか、あの動画に使っていい音楽であるとかですね、そういった素材をですね、もう999個ダウンロードしていただける、えー、の本の中には、ね、なんですか。もちろん無料です。ああ、すごい,いかまあ本。本のですね、本を買えば読者の方は、あのね、もちろん商用目的であっても、ご自由にお使いいただけると。それはだいぶお得ですね。はい ぜひ、それであの、もうそれを組み合わせるだけで、割とあの派手に、例えば光が切らンとなるとか素材とかいっぱいありますので、でも,うもう並べ方を覚えれば派手なビデオも作れるというですね。うん、そういった扱い方もしていただけます。うん、ぜひよろしければ、はい、ぜひよろしければご覧ください。 はい。あと、あっという間にあと時間になってしまいました。なので、ちょっと、えっ、ー、と、私の方からも、えっ、ー、と、ご案内として、えっ、ー、と、動画内製化のページを、アドミンのページに作っております。で、いろいろですね、やっぱり、まず動画内製化を社内で、こう、なんか、臨理を上げるのが大変っていうようなお話をいただいたりしているので、こういう数字のものだったりとか、課題解決のためのティップスなども入れておりますので、こちらもぜひ、えっ、ー、と、ご覧いただけたらと思います。はい。 ではですね、えっ、ー、と、いろいろご質問いただいてて、すべて答えられていない部分と、今日はすみません。ちょっと、配信のあの、不安定もあったりして。 見づらい部分もあったと思いますので、アーカイブございますので、ぜひご覧ください。そしてですね、これの第2回の日時がもうすでに決まっております。第2回は、えっ、ー、と、11月27日の12時から13時、えっ、ー、と、第2回、動画の設計と材料集め、初めてでもできるシナリオ作成と収録のノウハウというテーマでお送りしますので、こちらもぜひご覧いただけたらと思います。では、お時間になりましたので、今日はここまでとします。はい、皆様ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとう ありがとうございました。